皆さんこんにちは。4月の年間ベストゴールアワードに選ばれた名古屋グランパス玉田圭司です。うまい。改めて見たけど左でタッチしてシュートする体勢と見せかけて切り返しているところが、いや、うまいなと思いますね。ただでも瞬間的に考えてはないと、体が動いてくれたんですね。どんなゴールも好きですけど、まあこういう風になんて言うんだろう、多少印象に残るようなゴールっていうのは、まあ自分としても嬉しいですね。ぜひ僕のゴールを年間ベストゴールに投票してください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。8月の年間ベストゴールアワードに選ばれた名古屋グランパスの玉田圭司です。俺初めて見たかもしれないな。世界の選手でもこれをやれって言ってできる人はいないと思うし、自分ももう一回やれって言われても絶対できない。すごいですね。本当に触っただけで、ハイマのクロスが、なんて言うんだろう、すごいストレートで速いボールだったから、まあ、こういうシュートが打ってたっていうのもあると思うんですけど、まあそれができた僕もすごいですね。ぜひ僕のゴールを年間ベストゴールに投票してください。よろしくお願いします。